今回は神宮寺雄太さんの運勢を鑑定しています。履歴一覧から呼び出します。2023年2月、中心性偏在、年運欠陥運偏在です。2023年は年運空母なので、通常は 大運変換運で年運欠陥を読み替えるのですが年運十二運兼六があるのでそのまま年運欠陥運偏在となりますこれらの判断は名刺表アプリが自動的に行ってくれます年運のタブをタップすると年運欠陥運偏在運勢ランクは BB 相手を考えた行動が基地を呼ぶ年とあります。途中経過運は危険、運勢ランクは A、新規着手のタイミングとあります。2023年の前半、つまり途中経過運の時期は、新しいことを始めるには良い時期で、積極的に動くべきです。後半、つまり年運結果運の時期は、 周囲を振り回しがちですが相手のことを考えて行動をすれば基地となります名シ表に戻って大運の流れを見てみます2025年6月に大運が変わります同時に大運知識のこのカラーが変わるつまり大運の季節が変わる節目運でもあります 雪木雲の時期は今までの生き方を変えざるを得なくなることになります。では、鑑定日を2025年6月に変えています。2025年6月、大運切り替え前。中心性はそのまま偏在。年運結果運、 変換です。念運のタブをタップしてみます。念運結果運変換運勢ランク C 逆風が吹き八方塞がりの年とあります。雪膜運の時期の逆境運の暗示ですので要注意です。次に大運を切り替え後にしてみます。中心性は偏在のままで。 年運結果運が危険に変わります。年運結果運危険、運勢ランク C、出直しのタイミングとあります。これも、年運結果運危険の中では一番悪い運勢ランク C で、逆境運であると考えても良いくらいです。つまり、2025年は、節目運の前も後も要注意で、 特に後半は病気などにも注意が必要です。まとめると2023年前半は新しいことを始めるには良い時期2023年後半は相手のことを考えて行動すれば吉2025年6月に節目があります生き方を変えざるを得ないことになります 大運切り替え前は、年運結果運変換で運勢ランク C。これは逆境運です。大運切り替え後は、年運結果運危険ですが、運勢ランク C。これもほぼ逆境運ということになります。今回はここまでです。